ポーツやスポーツ観戦を楽しみたくなる番組、直撃金沢アスリート。今回はこちら、スウェーデン金沢を紹介します。スウェーデン金沢、日本プロサッカーリーグの2部リーグ J2 リーグに所属する石川県のプロサッカークラブです。チーム名のスウェーデン、これはドイツ語のスバイとゲーンから、チームとサポーターが共に進むを意味します。さらに金沢弁で強いんだを意味するスウェーデンの意味も合わせて持っています。 J2 参戦6年目の2020シーズンは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開幕直後から試合が延期となり、6月27日に再開。結果は18位でした。昨シーズンよりもさらに上の順位を目指してチーム一丸となって戦います。さあ、美濃原さん、新シーズンが始まりましたね。はい、始まりました。で、皆さんはキャンプも行って、で仕上がってきたと思うんですけど、はい、キャンプはどちらに行かれたんですか？宮崎県に行ってまいりました。宮崎いかがでした？この時期めちゃくちゃあったかかったです。いいですね。選手の皆さんも青空の下、気持ちよくプレーをしたと。はい、毎日青空の下で練習させてもらってました。キャンプというと、具体的にはどんなことをされるんですか？はい、サッカーのトレーニングはもちろんなんですけれども、寝食を共にすることでチーム力を上げてというところも目的に置いてます。ただやはりこのコロナ禍でピッチ外のところのコミュニケーションっていうのがなかなか難しくて、やはり食事のところも今年は会議室みたいな形で一方向を向いて、基本お話はなしで食事をするであったり、トレーニングが終わればみんな自室に帰ってそれぞれの時間を過ごすっていうのであったり、なかなか例年のキャンプとは違った雰囲気でキャンプを過ごしてきました。なるほど。お話できない分プレーで、その練習している間に皆さんコミュニケーションを取るっていう感じなんですかね。はいはい、そうですね。やっぱりピッチの上でいろいろな話をしてコミュニケーションを取ってっていうところは、例年以上に全員がこう意識をして取り組んでいたのかなと思うので、それもあってかなり仕上がりはいいのかなと感じています。ああ、そうなんですね。はい、それでは選手の方ご紹介いただきたいんですが、はい、まずはどなたご紹介いただけますか？はい、背番号33番フォワードの杉浦力斗選手を紹介したいと思います。去年特別指定選手といって、高校生ながらトップチームに登録をして、実はもうすでに高校生の時にデビューを果たしている選手なんです。ほう、注目のストライカーかなと思っております。この春高校卒業されたということで、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。卒業式はいつ行われたんですか？2月の18でキャンプ中に行われたんで行けなくて、リモートで卒業式受けてやりました。はい、チームの皆さんから何かおめでとうという声とかありました？あ、そうですね、監督とかから、おめでとうって言ってもらいました。高校生活が終わってもうすぐにこちらということですけれども、はい、この環境がガラッと変わったじゃないですか。やっぱり高校の時と違って、都市の離れるっていうのはだいたい2個か3個ぐらいしかとやってないんで、一番離れてるのは10個とか以上離れてる人たちもいるんで、そういう中でやれるのがすごい新鮮で楽しいです。いいですね。どうですか金沢は？そうですね、やっぱ寒いが一番。寒いですよね。雪が降ってる時もいらっしゃいました？はい、いましたね。寮住んでる人たちで駐車場にある雪を雪かきしました。それもいいトレーニングになりました？はい、いい筋トレになりましたではここにカードを5枚用意してあります。お好きなもの2枚選んでいただきたいと思いますが、はい、まずはどれにしましょうか？じゃあこのうろ覚え書き現像。おお、現像合いました？ちゃんと見たとかあんまないですけど。現像の印象どんな感じですか？なんか目が大きくて、なんかこんなんじゃなかったですか？お、できましたドーンできましたね。現像めっちゃアップ。でもこんな感じですよね。好きです、私、杉浦さんの現像ありがとうございます。かわいいちょっとなんか本物の現像を見てみますか？あ、いいですか、すみません、こんな感じです。あ、でも似てるっすね点数100点満点中何点ですか？90点。おー、高得点出ましたではもう1枚選んでいただきたいと思います。はい、どれしましょう？じゃあこの
ハマってることにします、はい、マイブーム何ありますか？まあ、最近っていうほどじゃないんですけど、そのずっと、まあ、やっぱ漫画が結構好きで、お一番好きなのはやっぱ王道ですけどワンピースがやっぱ一番好きでずっと見てて。好きなシーンとかあったりします？お気に入りのシーンみたいな。メリーゴーと別れる時が一番まあ感動するというか思います。では次の選手ご紹介いただきたいんですが、どなたをご紹介いただけますか？稲葉岳選手を紹介します。岳も僕と一緒で高卒のルーキーで、僕よりも身長が 4,5 センチぐらいまで高くて、ヘディングがやっぱ強いセンターバックの選手で、左利きっていうのもあってキックがやっぱりすごい上手いなって思います。稲葉選手、身長高いですね。はい、何センチですか？187センチです。187、はい、でお顔もちっちゃい、もうスタイルがいいなっていうのがもう第一印象。今年の3月に高校卒業されたばかりなんですよね？はい、そうです。高校生活いかがでした？いや本当にもう、まあ、忙しかったんですけど、まあ、それが本当に充実したなって思えるんで、まあ、いい3年間だったなと思います。今年の初めにキャンプありましたけれども、はい、いかがでした？いやまあ厳しいと聞いてたんで、まあ、それは覚悟していったんですけど、まあ、やっぱり厳しかったなっていう印象があったんですけど、1対1のところで少し課題があったんですけど、まあ、そういうところも得意なプレーになってきたかなっていう感じですね。ベテランの選手からもいろんなことを学べたので、まあ、いいキャンプになったなと思います。宮崎のご飯いかがでした？めちゃくちゃ美味しかったです。情報ではちょっと大きくなって帰ってきたというのを聞いたんですけど、はい、いっぱい食べて、まあ、食べる回数も増やして、で5キロぐらい増えて帰ってこれたんで、まあ、そこは成長できたかなと思います。でこちらに5枚のカードご用意しました。お好きなものを2つ選んでいただきたいと思います。はい、好きな言葉を教えます。では書いていただきましょう。はい、好きな言葉は楽しんで生きるです。楽しんで生きる、はい、いいですね。自分の名前がこの楽しむっていう学っていう字なんで、はい、まあ、それは結構親にも楽しんで生きろ楽しんで生きろって言われてて、まあ、けど楽しむだけじゃ人生うまくいかないことばっかりなんで、まあ、楽しむために楽しくないことを、まあ、粘り強くやりなさいっていうふうに言われてたんで、まあ、これが自分に一番ぴったりな言葉かなと思います。何してる時が楽しいですか？間違いなくサッカーしてる時ですね、はい、一番。ではもう一枚どれにしますか？はい、今シーズン自分のここを見て、まあ、身長があるので、打点の高いヘディングと左利きなので、左足からのロングフィードは正確だと思っているので、そこを見てもらいたいです。ダイナミックなプレーちょっと見られそうですね。はい、楽しみにしてます。はい、では次どなたご紹介いただけますか？次は大谷隼人選手。本当にスピードが速くて、自分1対1した時でもぶち切られちまったので、まあ、そこは本当に誰にも負けないプレーだなと思うので、そこを認められたかなと思います。お隣のカタール富山からこの杖軍金沢にということで、いかがですか？地元でプレーさせていただくことになって、まあ、非常に嬉しいですし、石川県の皆さんからまあ注目していただけてるとは思うんで、それをしっかりプレーで表していきたいなと思います。先ほど稲葉選手から大谷選手は足が速いと。富山の時測った時は50メートル5秒8でした。50メートルを5秒8？はい。すごいですね。もうピュン。サッカーでプレーに生きるっていうのはどういったところで感じますか？相手が前にいてスタートしても、まあ、追いついて追い抜けるかなっていうのは、そこで活かせてるんじゃないかなと思います。強い武器ですね。そうですね、そこを武器に J2 でも活躍したいなと思います。ではこちらにカードご用意したので、お好きなものを2枚選んでいただきたいと思います。好きな言葉を教えます。ではこちらに書いていただいていいですか？はい、努力です。綺麗な字で大きく書いていただきました。富山の時から、まあ、最初の方は試合出れない時が
続いて、まあ、自分が何ができるかっていうのを考えて、まあ、自分のストロングなところをもっともっと出すためにどうすればいいかっていうのを練習の中からやってって試合に出れるようになって、この努力って言葉が自分の好きな言葉です。ではもう1枚選んでいただきたいと思います、はい、どれにしましょう。今シーズンの自分のここを見て。どういったところがポイントですか？まあ、自分のスピードっていうところを見てほしいですね。相手の背後を取る動きだったり、まあ、カウンターの時に自分が相手を追い越して出ていく時に、この自分のスピードっていうところを見てほしいです。見逃せませんね。はい、見逃さず見てほしいです。それではスウェーデン金沢からのお知らせです。お願いします。はい、スウェーデン金沢ではオフィシャルファンクラブ12の会員を随時募集しております。お得な特典もたくさんありますので、ぜひ皆さんご入会ください。実際に会場に足を運んで生で応援したいですね。はい、ぜひスタジアムに来ていただきたいんですけれども、このコロナ禍ということもありますので、声を出して応援したりっていうのがまだ難しい状況です。手拍子であったり応援ハリセンっていうのがあったりするので、そういうので選手を後押ししていただければと思います。皆さんの熱い思いは胸に秘めて、はい、ね、応援していただければいいですね。今年の目標、もちろん J1 に昇格できればというところなんですけれども、今年は新しいレギュレーションとして J3 に4チーム降格するというところがあります。1試合1試合負けられない戦いが続いていくので、まずは目の前の試合に勝っていくことが今年の目標かなと思っております。はい、全力で応援します。頑張れスウェーデン金沢。